大谷翔平投手が所属するエンゼルスがルーカス・ジオリト投手、元ソフトバンクのマット・ムーア投手、レイナルド・ロペス投手、ハンター・レンフロー外野手、ランダル・グリチック外野手ら主力5選手をウェーバー工事にかけた。アメリカスポーツ局 ESPN のジェフ・トッサン記者が伝えたもので、プレイオフに大きな影響を及ぼす。他球団は木曜日日本時間9月1日から獲得できる。と報じた。年俸カットに入ったか。エンゼルス完全終了。終わりやね。他はともかくムーアは取っとけよ。もう完全に終わり宣言やね。ムーア、強いチームに行ってくれよ。お前はここじゃ輝けない。なんか普通に獲得されそうやな。ムーアかロペスは普通に欲しいけど枠なかったわ。ムーアとロペスは普通に欲しいわ。やっぱこの球団アホやろ。ムーアロペスあたりは低手あまたなのでは。クローザー壊れたオリオールズとかブルペン崩壊気味のレンジャーズとか。ムーアとロペスはまともな中継ぎやのに。もっと他にもいたやろ。ジオリトはなぜロスへ？ジオリトとは何だったのか。ジオリト取ったばっかやん。先週打ったマリナーズは首位なのに対照的すぎて草。これで贅沢税開始できるの？無駄にプロスペ失っただけ。絶対に贅沢税は払いたくないんだろうし、大谷に全力だとしても怪我を理由に買い叩くつもりなんだろうな。他球団も狙ってるのに買い叩こうとしたら逃げられるだけでは？大谷確実に出ていくやん。こんな戦力で来シーズンプレイオフいけるわけないし。終わりだよ。どんな契約だろうと出ていった方がいい。エンゼルス解体ショーの始まりや。一挙手一投足が失敗するチーム。1ヶ月遅かっただけでいつものエンゼルスってことか。シュミドラより面白いことせな話題にならん。レンフロー子供生まれたばっかなのに結局渡り鳥か。レンフロー捨てちゃっていいんかな。レンフローはいらんの？レンドンが一番いらないけどな。レンドンとかいう売りたくても売れない呪われた装備。